で、そうそう、前回ね、あれよ、このプテラノドンをね、いっぱいゲットして、マンモスね、取りに行こうと思ったんですけど、まあ見事にボコボコにされたりね。これもなんか一瞬なんかな、もういっぱい死んだんでね。でどうもそのあれなんですよ、雪山に行くと普通の装備だとね、体温が下がりすぎて怪我をするっていうね、いう状態なので、今回はね、その体温調整をしてくれるカワウソちゃんをね、まずゲットしに行こうと思ってます。でそうそう、ちっちゃいんですよね、カワウソなんで。でちっちゃいとね、どこにねいるのかがわからないんですよ。でこれをね、ほら、あそこに恐竜いるんですけど、名前がね何なのかわからないんですよね。なのでそれをねわかるために、このね、これ望遠鏡、これで覗くと遠いところの恐竜たちも名前とかレベルがね全部わかるらしいんで、これをねまず作ろうと思います。でね、水晶はねちょっと取ってきたんですよね。あれ望遠鏡あれ望遠鏡ってどうやって作るの。あ、これ手か。ヒート川と繊維と、ヒート川と、ほら、わからんな。とりあえずこれ全部持っていこうか。はい。はい、どうぞ。で、あそこれをね、これ作るわけですよ。で、またこれいらないから戻しといて、装備するでしょ。これで使えるんじゃないかな、これ。ほら。え、やばい。真ん中がわかんないな。ん？ちょっと下の方なんか。これ。距離がわかんないな。意外と、あ、ほら、ここめちゃめちゃ遠いところよね。これ、三葉虫のレベル6とか見えるっしょ。これでね、空飛んだ、安全なところからカワウソね、まず発見しようと思ってます。そうで、ちょっとね、下見だけしたんですけど、わかるかな？このかなり左側のね、川のところに、どうもいっぱい生息してるみたいなんで、今からね、ちょっと、そこまでね、行こう。おお、あれ、これどうしたらええんかな。あ、こういうことか。あ、めっちゃいい。やっぱ飛びながらもう見れるんや。あ、いい。ナイス。いいの作ってん。どうしようかな。午後ぐらい連れていく？こいつ連れていくか。で、ここのね、どっかにいるらしいんよね。これをね、探さないといけないんですよね。あそこがいいですね。あの、ちょうど水の上にある真ん中の。そう、ラプトルね、ジュラシックパークでおなじみのあのラプトル。どっか見えるんかな、これ。これ魚でしょ。でね、カワウソはね、魚をね、あげるんですよね。いるんかな。ここら辺ちょっと降りてみましょう。よいしょ。はい、さっとこ止まっとってね。あのでっかいの何。ディロドクス。頭壁に刺さってるけど、いいんか、大丈夫なんかな。ここら辺にね、多分ね、いるんじゃないんかと思うわけですけど、上から、
ある程度シルエットでわかるんかな。ん？あ、しまった、ちょっと待って、これどうやっての、あいつどうやって乗ろう。登れない。登れないよ。探してくる。あ、こいつちゃうの、こいつ。あ、なんか、こいつ何これ。こいつじゃないの。全然見えない。え、こいつか。よいしょ。イエーイ。登りたい。どこ行った？あれどこ行った？あ、いた。お前やろ、お前。ちょっと見して。動きめっちゃ速い。全然見えないよ。え、違うの？カイロトプスって書いてある。あ、違うんか、これ。これさっきのやつやんね、これ。あ、ちょ、あ、やばい。あ、しまった。あ、やっちまった、これ。乗りたい。オッケー。あ、ギリ。あ、ギリ。あ、よいしょ。乗して。ちょっと。あ、いらねえけ。こいつにね、このままやられたんよ。ロー。オッケー。もうやられないよ。ちょっと待って、これ乗りたいんやけど。ちょ、痛い。ほら。こんやろめ。ちょっと乗れないな。ついてきて。あ、これ潜って探した方がいいんかもしんないですね、これ。これさっき言ってたやつだね。これじゃないよな。で、これでお肉を焼こう。オッケー。ちょっとその間に、潜って、確認してみようかな。どうだ。どうだ。やばい。あ、ちょっと待って、俺死にそう。あが。死ぬ。ちょっと待って。死ぬ。はい、死んだ。あ、ハルさん、リノさん、いらっしゃい。死んだわ。やべえな。あそこそんな冷える場所やったんや。しまったな。オッケー、もう一個ね、サドル持ってる取るから、これ行こう。行こう、これで。ちょっと待って、こいつちゃん。おった。ちょっと待って、おったけどね。どうしよう。考えろ。この皮を、魚をね、倒すアイテム持ってきてないわ。あ、こいつね、こいつや、ダメだ。こいつ肉食なんすよね。肉食なんすよね。オッ
あいつネイルババア危ないから危ないんですよね。ここだ、ちょっとここで火を取ろう。いや、カワウソおったね。やっぱりここいましたね。ちょっとこいつは安全なとこに避難しておいて、ちょっと行ってくるわ。でね、そう、これ魚をねめちゃめちゃ浅すよ、ここ。どうなってるのこれ。ちょっと待って、さっきご飯食べたい、ご飯食べたい。そうか、石の矢ね、ほんとそれほんとそれ。あ、つけるつける、オッケーオッケー。これでこのね、なんかね、そう調べたらこれね、鮭がね、いいみたいだね。これちょっと鮭もらおう。一応早いわ、鮭早いカワウソちゃん、カワウソちゃん、いやでもね、やっぱいましたね。ほらほら、え、こいつら攻撃してくんの。あ、違う、ピラニアや。赤やつ考えろ。とりあえずね、装備、あ、そうそう、装備を作ろう。これ強いんよ。あ、ちょっと待って、ここに2個いらない。こうか。1、2、これ考えろ。あいつも早く取りに行かないと、あの弓矢とか貴重なんで。考える暇はないな。で、ね、唯一ね、もう一個だけね、トリケラトプスのサドルね、どっか用意しとったんですよ。予備。もうほんまの最後の予備よ、これ。これか。パラサウロ、あれ違う。あ、どこ？あれ、飛べない鳥しかいなくなったよ、これ。あれ、やべい。あー、そうそう、プテラノの。オッケー。君に決めた。おい、行くよ。ブーはい、急げ。何これ。なんか空飛んできたんやけど。終わったな、完全に終わったな。むむむ。そうか、終わったな。作って。あいつなんだ、不思議なやつ出てきたな。怖っ、このゲーム怖っ。これもう作っとかも。マジか、全てが終わったな。俺もサドルなくなっちゃったからね。川プテラノドンのこれ作るのに川がね230個いるんですよね。川
川取り行こうか。川取り。いやー恐竜減ったな。めちゃめちゃ減ったな。ちょっと来て、君来て。で、スタミナ上げて行こうか。行くでな。あ、こいつか。お、え、こい、あれ、ち、あ、ち、あ、違うな、違うな。まあいいや、ちょっと潜ろっか、潜ろっか。今日はね、ちゃんとこれ持ってきてるから戦えるからね。え、痛い、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、ちょっと待ってよ。おま、どういったあの野郎。困るわな。水の世界ってこんな厳しい戦いなんやね。痛い、死ぬ。なこれね。これ無理じゃないかな俺。どうしようか、すぐね、もう体力ないんよこれ。どうしよう。あそっかそっか、あれだ、ちょっと忘れてたわ。死んでもいいようにこれ作ってたんですよね。おい、あらほ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 ら。そうそうそう、忘れてた忘れてた。急いでこれ、ほら、はい、ここでねリスポーン確定できたからね。はい、ということでね、今日はねこれ高ゼロでした。ちょっとねカワウソはね、またね配信外でちょっと頑張って捕まえておこうと思うんで、多分ね捕まえたらねまたやっておこうと思います。ダメだったらね、次髪の毛でね毛皮の装備が作れるんで、なんかね羊毛とかね、あっこら辺をね捕まえとる動画になると思います。そうそう、ゼロゼロ。ということで、よかったらねまた温かい目で見てあげてください。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。では、バイバイ。